複合三部形式は、楽曲の楽式の一つである。昇華形式をそれぞれ組み合わせたもの、または三部形式を大きく発展させたものとされる。三部形式の各部が、さらにいくつかの部分から構成されたものを言う。複合三部形式は、副学章を持つ楽曲の中間楽章、内視修学章のほか、古典廃校の多くの器楽曲に見られる。その最も基本的なものは、 各部が二部形式、または三部形式となったものである。例えば、各部が三部形式となったものは、となる。上の表で、主部の子は定まった言い方ではない。また、中間部をトリオと呼ぶことが多く、多くの曲で中間部の冒頭に、トリオと書かれている。また、この規模の楽曲では、曲の前後に助、助奏決微部コーダを加えているものがある。発達したコーダの中には、 中間部の再現を行うものも多い。2回の主部は若干違っているもの、2回目に装飾の付けられているものもあるが、全く同じであることも多い。全く同じ場合には DC や DS を使って略記する場合がある。習慣的な反復記号は、主部や中間部ごとに、それぞれの要素に付けられることが多い。この場合、多くは2回目の主部には、 反復記号が付けられない。DC や DS を使っている場合には DC や DS で戻った後反復記号を無視する。部局の場合には2回目の主部を除き習慣的な反復記号を省略しないで演奏するのが通例である。ありがとうございます。